しくお願いします。で、あと今日は翔平 TV しますね。翔平さん、翔平 TV の翔平さんです。で、あと翔平 TV の良平くんです。お願いします。と、あとユーポンチャンネル、ユーポンチャンネル知ってますか？お、知ってるよ、ユーポンチャンネルユーポンチャンネルのヒロト君です。よろしくお願いします。お願いします。実際ここに怒ってるんですか？いいですか、まあ、補給麺とあとこの内側の皮があります。その間にこうなんかベタベタした、ま、なんか素材があって海苔みたいなのがあるでしょ。これグリスって言います、まあ、よくこうグローブ、時間が経ったグローブ見るとここにこうなんだろう、ちょっと色が濃くなっちゃってるのがあると思うんですけど、それはこのグリスが皮に染み込まれて色が変わってる。このグローブの芯、芯止めしますので、ちょっとじゃあ紐を引っ張ります。はい、小指芯の紐を落とします。じゃあ入れる場所は一番小指のこの外側、外側の皮の上から4つ縦に穴が開いてると思います。その2個目、上から2個目に、はい、まず紐を通しましょう。最後残りどのぐらいだろう、15センチぐらい残しましょう。ぐーっと、はい、取れましたか？結構力いると思います。取ったか？めっちゃ硬い。まあ皆さんね、こう皮、紐の紐って思っ、曲げちゃうね、ザラザラしてない、してる方が裏です、してない方が表そもそもこれ穴見つかんねえな、確かに。ういっ、でもピタッと、ちょっとあえるピタッと、そうそう、はい、じゃあできた人、次はそしたらこれ使ってていいよ外から入れれば出る気がする。そう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 、そこに、みんなよく見つけたの、俺でも見つけられないんだけどこれ神聖が動いとるよこれ。よいしょ、大丈夫、俺も30ないぐらいだからなんか一言、一言頑張りますそんな、そんな、いや、食べて食べて帰る、やおきっす、だいぶちぎてる、なんでだよ一言、どうですか、グローブ作ってみて。いや、楽しいです。楽しい、はい、気まずいよ、俺は緊張してんね。上から3個目ね、そこで、あのギュッと回転させて、こんな感じに、こんな感じにギュッと回転させて、うん、はいはい、で、3個目に入れて、またさっきと同じようにあとは4個目の穴。
はい。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 本当にそのレベル。あれ？うん。でも今グネグネでいった。いったいったいった。オッケー。はい。はい。これを使うのがこっちで入んないでしょ。ゆるくすればいい。もう出さない。出て、この、出さない。このまんじゅう。このゆるくすみんなまだまだ。ここ、なんてきた。紐の、紐で固くなった。紐入れるとやっぱ、反対にするけど。やっぱりここで。ひろ、ちゃんと喋ってた。あ、全くっす。おい。あ、俺が喋りすぎ。そういうわけじゃないと思う。めっちゃ真剣に作ってました。頑張り屋さんだな。あんまりやっちゃいけない。あー、これ入らねえな、確かに。釣った？大丈夫か？言い方としては。下の方が、うん。疲れちゃったな。これ、この後ろが下がるの。よかったね。と思ったら。しまった。あグローブ作るのですか。あー、そうなんですか。グローブなんて完全。最後はヒロトに結んでもらってマジあのポケットにシワなくおお素晴らしいです結び直せる感じになりました。まあまあやな。なんでですか。まあまあじゃあやってみろ。まあまあ紐締めが弱いから。そうっすね、硬いんで、うん、手前やってる俺のあの方が硬いわ。あれ2年生で終わった瞬間やつの方がいい。の方がいい。よかった。うん、前やった俺の。なんかやったっけ。やってないね。全然。じゃあ分かんない。ここあるもん。わあ。ねえ、本当ですよね。顔じゃないんだよ、手だよ。手ね。ああ。高いな。ちゃんと5本あるで、5本ずつ。違うよ、そこじゃないよ。めっちゃもうボロボロになっちゃって、ね。ちょっと見えないですよ。ボンドつけた手ですか。いやいやいや。ボンドつけてこんなことしてんの。してないよ。こうやって、もう、閉じて。あ、結構いいです。結構いい。はい。じゃあこれで練習頑張ってください。はい。思います。ありがとうございました。ありがとうございました。やりきった人、はい、行きました。はい。すみません、ありがとうございました。グローブのなんか大変さ分かりました。作る。あ、大変です。大変でした。もっと大切にしよう。おお、もっと大切にしよう。いいっすね。よかったです。はい。ご両親がね、やっぱ買ってくれてるものなんで、はい、大事にしてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。グローブ。結構自分的にはいい感じに。いい感じで来ました。やっぱグローブのやっぱ作る大変さっていうのはすごい分かりました。はい、結構分かりました。やっぱ大事にしようって思いました。はい、思いました。ですよね。はい、でご両親からこれからね、いろいろまあ買ってもらうと思うんですけど、大事にして、はい、頑張ってください野球を。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、みんなと楽しく喋れて、喋りながらこうやってね、あのグローブ。なんか収穫ありましたか、喋ってみて。そうですね、誰も翔平 TV 知ってるって言わなかったでしょ。いやいやいや、それはないけど。あの、そう。まあでもね、宣伝はできたのかなと。宣伝したんですか。より僕らもよろしくねって言って、ありがとうね。でも楽しく会話できて、今時の中学生事情なんかありました。コムドットが人気だった。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。